キンプリの高額転売に揺れる初ファンミーティング人気グループの再始動とファンの熱狂キンプリ、キング、プリンスの再始動に伴い、5月23日に行われたニューシングル、何者のファンクラブ限定バージョン、ディアーティアラ版に応募権利がついた初のファンミーティング、キング、プリンスと打ち合わせが、7月2日に東京有明ア,アリーナで開催されました。しかし、その前段階から、 高額転売による問題が起きていたようです。このファンミーティングは、グループのリーダーである岸優太、神宮寺優太、平野紫耀が脱退し、橋馬と長瀬角の二人体制となってから初めてのイベントでした。それでも新曲、並物は、オリコン週間シングルランキングで初週54.4万枚を売り上げるなど、ファンの支持を集めていることがわかります。再始動後の初のあり観客イベントということで、 ファンの間では熱狂的な激戦が予想されていました。ファンミーティングの応募権利は、リアーティアラ・ファンの購入者に限定されており、ジャニーズショップ公式オンラインストアで5月23日から6月2日まで予約が受け付けられました。ただし、応募は1人につき1回のみで、複数倍の購入をしても応募回数は変わりません。また、同商品の購入先やファンクラブの登録情報が異なる場合、 チケット応募が無効になるという注意事項もありました。しかし、アリーナクラスの2公演とはいえ、チケットは非常に限られており、運営側も不本意な状況でした。当選発表後、オンラインチケット売買サイトで、ディアーティアラ版のチケットが高値で転売される事態が相次いで発生しました。本来の定価は1650円、税込みであるにもかかわらず、 一時は20から40万円台で取引されていたチケットもあったといいます。ファンミーティング直前の6月下旬には、転売価格がやや下がって1から2万円台に収束していたようですが、それでも参加したいというファンの間では激しい争奪戦が繰り広げられました。ファンたちの中には、転売行為を非難する声も上がっており、当日の入場時に本人確認を求めるような要望も見られました。一方で、 グループのファンにとって嬉しいニュースもありました。6月26日には、ファンミーティングの生配信が決定し、ジョニー、S ネットオンラインで視聴チケットの販売が開始されました。ファンクラブ会員は1800円、ジャニーズファミリークラブ会員は2000円で、ファンのリクエストに応える形で手厚い対応がされていました。また、見逃し配信も行われたため、全国各地にいるファンがイベントを楽しむことができました。 ディアーティアラ版は予約受付期間が終了しており、これ以降に正規で新品を購入することは難しい状況です。そのため、プリマープリメルカリなどで CD を探すファンも増えており、新品であっても3から4000円の価格で取引されています。定価以下の1000円台の商品はすでに売り切れ状態で、入手困難な状況となっています。金プリは再始動後のファンの熱い指示を受けて好調なスタートを切りましたが、 今後はファンとの交流の機会を増やしていくことが重要でしょう。ファンミーティングなどのイベントは、ファンの結束を強めると同時に、高額転売などの問題にも対応していく必要があるかもしれません。ファンの声に耳を傾けつつ、健全なイベント運営に努めることが、さらなる成功への道となるでしょう。